皆さんやっぱろう。このシリーズの編集をするのはかなり久しぶりっと霊夢よ。おいっす、もうてっきり失踪したもんだと思ってましたとマリサだぜ。その辺も合わせて倍速しながら話していきましょうか。まず前回の動画から見てた人はわかると思うけど内容が繋がってません。確か眠りの谷の洞窟に入るところで終わってたな。その動画を編集したんですが訪れがひどくて全く使い物にならなかったんです。せっかく作った動画が役に立たなくなってしまってすっかり意気消沈してました。でとある時にもう一回編集しようとしたらその録画データが全部ぶっ飛んでました。それで続けるかどうか迷ってたわけだな。オートセーブにしてるからやり直しも効かないしどうしようかなって思ったんだけど、これ以上失踪シリーズ増やすわけにはいかないし撮影環境が変わったのもあるからまた再開していくわ。と入ってもこのシリーズ誰も見てない感じすごいけどな。いいの、いいの、どうせお手主がスクリーンのゆっくり実況好きだから自分で見るわよ。いや自給自足。さてそれじゃあゲーム画面の方に行きましょうか。今は何をやってるんだ。さっぱりカットしても良さそうなもんだが。青時で分担して壁を壊してるところよ。さすがに変わり映えがないからカットしましょうか。はい、壊し終わったので今度は黄色と合流しましょうか。まずは青デキが壊してくれた壁の奥へ。おお、貯水池の底に大きな岩があります。ところでちょっといいですか。私、これまでずっとお二人のチームワークを見てきました。まずまずの協力ぶりと言えます。ですが、今後一層危険なところに向かうにあたりお二人には上司と部下の枠を超えた強い絆が必要です。X で別行動、Y でリーダーを切り替え、このチームプレイを忘れなければどんな障害でも乗り越えられます。てなわけでみんなを連れてきましょう。シャワールームって名前なのに全部の属性が必要なんだな。実はこの洞窟結構難易度高いのよ。背後にいきなり電気があるな。うおお。という感じでやたらと上から降ってくるから精神的にも難易度が高いのよ。どこに落下物が来るかわかんないから団体行動で行こうかな。電気の壁を壊して敵を倒しに行きましょうか。とりあえず頼れる紫に頼みましょうか。うお、危な。ここは一旦退避。なんとか無事に倒せたな。それじゃあお宝回収していきましょうか。単に運ぶだけなのでカットだぜ。ねえねえ、自炊の陣に。これフライパンか。スプーンの先っぽかな。お宝は全部回収したから次の階に行きましょう。それじゃあ地下2階ね。それじゃあここは例のごとく紫で行きましょうか。でも毒ガスあってこれ以上進めんな。しょうがないからこの壁だけ壊して城を連れてきましょうか。でこいつらは気合で処理する。ちょうど壁も壊し終わったな。マジか、やばいやばい。いやお宝はいいのよ、早く倒してくれ。はぁ、なんとかなった。それじゃあ城を連れてきて残りのお宝の方を見に行ってみようかな。なんかでっかいクラゲがいるな。あれはコマンマンよ。なんかちょっといやらしい名前だな。バカ、そうやって言うからそう聞こえんのよ。倒し終わったらお宝回収なのでカット。ねえねえ、バブルジェネレーター。固形石鹸なんて懐かしいな。今じゃもう液体石鹸ばっかりだもんね。なんなら泡で出てくるものもあるけどね。なんで石鹸に関してこんなに引き伸ばしてんだ。回収までの100稼ぎ。ねえねえ、永久燃料ダイナモかい。ダイナモ、いやそれはスプラ。それじゃあ次の回までカット。さてそれじゃあ地下3階ね。とりあえず周りをぐるっと見てみようかな。
なるほど、紫で行こう。知ってた。それじゃあガンガン行きましょう。はい、完了。さっきのおむつエビは引きずり出してから。いや、おむつエビって何？この白い部分おむつに見えない。幼少の時につけたあだ名なんだけど、今じゃ自分自身のネーミングセンスに脱帽よ。また一回りでかいクラゲが出てきたな。正直小さいのとあんま変わんないわね。せいぜい名前が大まんまんになるくらいで、小まんまんと比べるといやらしさレベルが低いな。もうその話はいいわよ。とりあえず青を連れて水の奥の壁を壊しましょうか。で、同時進行で敵を倒していきましょうか。そんじゃお宝回収していくのでカットよ。ねえねえ、ミラーステージ。化粧品っぽい何かね。いや、知識がなさすぎる。ねえねえ、うまいがい。私はアサリの酒蒸しが好物だ。急にどうした？あれ、全部回収したと思ったけどまだ他にもあるみたいね。あ、この奥か。それじゃあ壁を壊しましょうか。うおー。今のはびっくりだな。高さ的に超えられんのか。それじゃあ一段階だけ壊しましょうか。いや、これは、あ、超えられないんだ。かなり無理があるけどちゃんと壁を越えてきたわね。よし、オッケー。それじゃあ回収までカット。ねえねえ、ゴールデンソーサー。確かに缶詰の蓋って結構切れるよね。はい、それじゃあ次の回へ。で、この BGM ってことはここは休憩エリアか。そうね、ここでは特にやることはないかな。って思ったけどお宝あるのか。どうやらこれっぽいな。それじゃあカット。ねえねえ、イチコロだ俺。どういう意味？めっちゃ強い風が出せるとか。というわけで次の回へ。それじゃあ地下5回ね。なんとも大変そうなマップだな。それじゃあ例のごとく紫で倒していきましょう。なんかもうこの動きがテンプレになってんな。まあ一気も死なせられないからね。こういう風にやるのは許してほしいわ。それはいいとしてこの缶が暇になっちまうな。あ、それじゃあ立ち絵をずっと表示してみたんだけどどうかな。スマブラじゃ絶対できないスタイルだな。でも画面をちょっと小さくすれば全部このスタイルでいけるんじゃないかって思ったわ。他の動画ではまだ決まってないけどこの動画ではこれからもこのスタイルになると思うわ。どうせウプ主が私たちの立ち絵をずっと見てたいからってだけだろ。あ、そういうことか。今言われて気づいたわ。めっちゃいいところに陣取ってんな。とりあえずあいつは虫ベタのやつをやればいいか。ほい、それじゃあお宝回収タイムに入ろう、と思ったけどやっぱりさっきのやつを倒さないとダメね。よし、こっちはオッケー。紫がいないだけでめっちゃ時間かかるんだな。それじゃあ今度こそ回収に入るわよ。ねえねえ、ミルキーユリカゴ。ミルキーユはママの味。壊滅的音痴。
ねえねえ、パーマネントコンテナ。実物は調べてみたけど見当たんなかったわ。ねえねえ、折れた食品。先はレスプーンの先っぽか。あとは紫を増やして次の回へ。さてそれじゃあ地下6階行くわよ。なんかいきなり後ろにお宝あるみたいだから回収しちゃいましょうか。びっくりしたけどここまで来ればもう大丈夫。ねえねえ、水星物体 GF。 どういう意味だ。グランドファイア。それじゃあお待ちかねの紫無双タイム。水中に寝てる奥にお宝があるな。これはしょうがないか。私自身が行きましょう。辛かった。回収はカット。ねえねえ、天下一部細工。なかなかひどい名前してんな。まだお宝あるみたいだし、引っ続き探索行きましょうか。この壁の奥ってなんかあんのかな。うお、びっくりした。あ、でもこれで葉っぱが花にできそうね。なんか戻ってきてんぞ。見えない位置での毒は悪質だからやめてほしい。ああ、これ全く見えないやつだから手探りしないと。これは多分ショイグモかな。こっちにもいたみたいね。残りはカエルを紫でやれば良さそうだな。うお、炸裂ショイグモ来た。かなり忙しかったけどなんとかなった。おい、あとは回収するだけなのでカット。ねえねえ、大怪獣の歯。人間の歯というかいればかな。それじゃあ次の回までカット。というわけでいよいよボスまで来ました。うわぁ、なんかとんでもない奴がいんな。なんだ、こいつは今操作してるリーダーの方に無口用があんのよ。っていう感じでリーダーを切り替えながら後ろの弱点を狙っていくわよ。でもあんまり数が多いと食われかねないから減らしてから行くわ。なんとなくだけど青と赤で行きましょか。確かに赤青で綺麗に分かれたな。まずはオリマーで誘う。そんで交代して後ろを狙う。これを繰り返してこいつを倒していくわよ。これのやり方に気がつかなかったらどうすんだ。それはもうしょうがないから白くクミンを食わすしかないわね。ちなみに幼少の時の私は本当に白を食わせないとダメだと思ってたわ。頑張って走って回り込んだりとかはできないのか。まあそれができれば過去の私は白を大量に失ったりしないわよね。前から思ってたがこのゲームに闇抱えすぎだろ。それでもやっちゃうのよ。そのくらいこのゲームの完成度が高いのよ。なんて話してるのにももうこいつは倒せそうね。
めっちゃ気色悪いし味方すんだな。あのヌメヌメした生物の体が溶けて中から出てきたもののようです。なんだかヌメヌメしてそう、本当に回収するんですか？何でもかんでも私の中に放り込んで、たまには私の格納庫を掃除してくださいね。てなわけで回収までカット。ねえねえ、真空波動スピーカー。この形、音波を出力するのにぴったりですね。ふむ、少々お待ちを。私の開発していた音響装置の最後の部品として使ってみました。ね、が、す、ぴ、い、か。あの完成です。オリマさんたちの笛の音が届く範囲が広くなりました。結構広くなったかな？正直あんまり実感は湧かないな。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。この動画はいかがだったかな？良ければコメント、高評価待ってます。また次回も楽しみにしていただける方はチャンネル登録して待っててくれよな。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。いやーなんかめっちゃ懐かしかったわねー。ゲームが古くて懐かしいんじゃなくて単に編集遅いだけで懐かしいっていうな。実はこの動画の編集中もなかなか訪れがひどくて本当に失踪する予定だったんだよ。そうだったのね。なんとか続いててよかったわ。もうガチで失踪シリーズが増えんのはごめんだからね。ちなみに復活の予定全然ない。